トゥルキエクパスはトルコにおけるサッカーのカップ戦である。ガラタサライ SK が最多の優勝回数を誇る。1980年にはフェデラスヨン・クパスと名称が変更され、1993年までその名称が続いた。2005年からはスポンサーのツイラーと銀行の名前を冠してツイラーとト,トゥルキエクパスと称される。1回戦は TFF1 リーグと TFF2 リーグのクラブが互いに1試合ずつを戦う。2回戦は、前年度のスユペルリーグで5位から18位までに入った14クラブと、1回戦を勝ち上がった18クラブが戦う。3回戦は、前年度にスユペルリーグで4位までに入ったクラブと、2回戦を勝ち上がった16クラブが4グループに分かれて、リーグ戦を戦う。この時、 スユペルリグ上位4クラブは同グループに重ならないように組み分けされる。各グループの上位2クラブが準々決勝に進み、そこからは通常のトーナメント戦となる。優勝クラブには UEFA ヨーロッパリーグ出場権が与えられる。優勝クラブがすでに UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得している場合、まずは準優勝クラブに出場権が回され、 準優勝クラブも出場権を獲得している場合、スユペルリグで出場権を獲得できなかった最上位のクラブに回される。ありがとうございます。